はい、来ました。来ました。投打が噛み合ってきました。阪神タイガース、投打噛み合ってきました。昨日ね、13安打9得点取って、まあ大量得点取った次の日は、阪神タイガース打てないでね、まあそういうのありますけども、今日は11安打8得点。何の心配もいらんかった。これほんま強いやつやぞ。強いやつや。うん。今日はね、まあなんと言いましても、佐藤輝明選手、佐藤輝が2発打ってくれました。5月に入って、第1号やっと出たと思ったら、2発、8号、9号と、2本打ってくれました。これでね、ハマスタでの打率が、5割超えってことで、昨日の時点で5割超えか。とんでもなく相性がいい。うん。昨日ね、中野選手が、ホームラン2本打ったってことで、佐藤輝もね、燃えたんでしょうね。ホームラン2発、ドラフト6位、昨日2発、ドラフト1位、今日ホームラン2発ってことで、もう2年目のジンクスとかもこの歌にはもう関係ない。関係ありまへん。そして今日はね、ずっと不調やった、最近ずっと不調気味やった、大山選手が、ヒット2本、そして、糸原選手が、ヒット3本猛打賞ということで、最後ランニングホームランやと思ったんですけどね。ヒットとエラーってことで、まあ残念でしたけども、糸原選手頑張ってくれた。まあ三遊間にゴロ打ってね、しぶとくゴロ打って、タイムリー内野安打とかね、まあ糸原選手らしさな、出てきたかな、うん。そしてね、まあなんと言いましても、はい、ウィルカーソン投手、今日も、いいピッチングしてくれました。6回、6回わずか1失点のピッチングで2勝目勝負でございます。もう相変わらず安定感抜群、今日は6回1失点ですけども、もうずっとねこういう風なピッチングしてますんで、もうずっとデビューから、6回1失点、6回3分の11失点、5回2失点、5回2失点、そして、今日6回1失点ということで、ほんま毎試合5回6回まで投げてくれて、2失点以内に抑えるっていうね、この安定感の良さ。何がいいってコントロールがいい。フォアボール今日1個、まあ、5試合投げて、フォアボールわずか7個ですから、フォアボールから崩れるっていう心配なし。そしてバントがうまい、今日もね、送りバント1個決めて、そして、セーフティースクイズ、いずれもね初球をきっちり決めるっていうね、もうピッチャーねバントできるっていうのでかいですから。いや、ウィルカーソンほんまいいっすよ、ちょっとユニフォーム欲しいね。もうショップ行ってるんですけどもね、ちょっと中国の方が、ロックダウン中で、入ってこないってことで、ちょっと M サイズがなくて、早く来たいんですけども、まあ、その前に、これが届きました。皆さん、見てください。藤浪投手のブロコレユニフォーム、はい、見てください。NPB のこのロゴ、ワッペンついております。はい。もう生地がちゃいますよ、これ。まあ、見ても分からへんけども、生地がちゃう。4万円。4万円ですから。はい。もう生地がね、選手のユニフォームと、同じ生地でできております。ここにね、こんなありますよ。はあ、これもね、早く来て、甲子園行きたいんですけども、藤浪投手、椅子上がっていてくれんねん。はい。早く来たい。うん。ウィルカーソンも来たい。ってことで、ちょっと話それましたけども、阪神タイガース、いい感じで勝てております。投手陣はね、まあ相変わらずきっちりね、まあリリーフ陣ももちろんね、抑えてくれてますし、打つ方もみんな調子上がってきた。これは、行きますぜ、行きますぜ。練習行きましょう。阪神タイガース、いい感じなんで、はい、火曜日からも、勝ちましょう。うやい、はい、ということで、さよならー。はい。